トリスタンダクーニャ、トリスタンダクーニャは南大西洋に浮かぶ火山諸島、トリスタンダクーニャ諸島といくつかの無人島からなる。トリスタンダクーニャ島には約260人の定住人口がある。世界有数の古島の一つであり、ギネスブックには世界一孤立した有人島として掲載されている。行政上は イギリスの海外領土セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニャに属する位置区域である。行政区域としてのトリスタンダクーニャはトリスタンダクーニャ諸島の他に五島を含んでいる。本校では本島の記述を中心に続島の概要についても言及する。トリスタンダクーニャ島は南位37度、西経12度に位置する。 アフリカ大陸のケープタウンからは2 8 0 5トル、南アメリカ大陸のリオデジャネイロからは3 3 5 3トル離れた大西洋のただ中である。人が定住する最も近い陸地は北に2 4 2 9トル離れたセントヘレナ島である。世界一孤立した友人島には別の解釈もあり、イースター島を挙げる説もある。 イースター島から最も近い友人島までの距離は約2 0 0 0トルでトリスタンダクーニャよりは近くに林村があることになるがトリスタンダクーニャの近隣にはイナクセシブル島やナイチンゲール島のような無人島があるのに対しイースター島は4 0 0トル以上にわたって島がないからである北端から南端まで約1 2トルの島の中央には 縦上火山であるクイーンメアリーピークがそびえ、冬季には降雪する。島の北西部、ホッテン岬トミサキ周辺を除き、周囲は高さ300メートル600メートルの険し、断崖絶壁である。ホッテン岬トミサキ周辺に約5キロメートルほどの平地があり、島で唯一の集落エディンバラオブザ・セブンシーズがある。 行政区域としてのトリスタンダクーニャには以下の島々が含まれている。詳細は各項目を参照。イナクセシブル島とナイチンゲール諸島はそれぞれトリスタンダクーニャ本島の 35km 南西にある。ゴフ島、別名ディエゴアルバレス島のみが大きく離れており 395km 南南西にある。トリスタンダクーニャ本島以外は無人島である。 ゴフト島では1956年以来、南アフリカによって、気象観測所が運用されており、6名のスタッフが常駐しているが、定住人口としては数えられていない。トリスタンダクーニャ諸島は、大西洋中央海嶺場に位置しており、トリスタンホットスポットと呼ばれる、マグマの活動によって形成されたと考えられている。海洋性気候で、昼夜、 夏冬の温度変化は大きくはない。エディンバラの平均年降水量は1、mm、6 7 5トル。1506年、ポルトガルの探検家、トリスタンダクーニャによって発見された。ただし、海が荒れていたために彼は島に上陸することはなかった。島の名称は、この探検家にちなんだものである。1643年、オランダ東インド会社の船ヘイモダの 乗組員によって行われたのが、島への最初の上陸の記録である。希望本周りで、ヨーロッパとインド洋を往復する船や、大西洋を横断しようとする船によって、この島は、補給地、避難港として利用された。17世紀後半には、セントヘレナから派遣された、イギリス東インド会社の船が、島への定住の可能性を報告しているが、実行には移されなかった。 島の本格的な調査は、1767年に、フランス王国のフリゲートエル・ヘウレ、DU ・ーーベルガーによって行われたものが最初である。大まかな海岸線の測量が行われるとともに、ビッグ・アトロンの大滝や、北海岸にある湖の存在が確認された。調査結果は、イギリス海軍の水路部によって1781年に、交換されている。18世紀後半には、 イギリス人商人が一時的に島に居住しているが、定住には至らなかった。最初の定住の試みは、アメリカマサチューセッツ州セーラム市出身の船員、ジョナサン・ランバートによって行われた。1810年12月、数人の部下と共に上陸したランバートは、1811年にトリスタンダクーニャ諸島をリフレッシュ諸島と名付けて、領有を宣言し、 付近を航行する船舶に水や野菜や麦や肉、ゾウアザーラシの油などを供給して対価を得た。しかし、ランバートは1812年3月17日にボート事故によって死亡した。この年、米英戦争が勃発し、島は両国の艦船によって基地として利用された。1815年3月23日にはアメリカ海軍のブリック、ホーネットと イギリス海軍の大型スループ、ペンギンが島付近で交戦している。1816年、イギリスはこの島を正式に併合し、ケープ植民地の管理下に置いた。これは、前年セントヘレナに配慮されたナポレオンを脱回するための基地として、フランスがトリスタンダクーニャを擁することを防ぐためであり、島にはイギリス陸軍の部隊が進駐した。この部隊は、 翌1816年には撤退するが、五町のウィリアム・グラス、1787年1853年が軍を除隊し、家族と共に島に残り、島の長となった。島に寄港、漂着した船員の中には島に残留する者も,もあり、人口も次第に増え、多い時で百人前後が暮らした。1867年、ビクトリア女王の次男である。 エディンバラ湖アルフレッドが世界就航の途中この島に立ち寄った。この島唯一の集落であるエディンバラ・オブ・ザ・セブン・シーズ略称エディンダの名はこの訪問の栄誉を記念したものである。この島は南大西洋を航行する船の補給基地や捕鯨船の拠点として利用された。しかし南北戦争に伴ってアメリカの捕鯨業が打撃を受けたことやスエズ運河の開通。 1869年、小船から蒸気船への転換により、アジアへの航海の途中にこの島に寄港する船は少なくなった。島は孤立を深めたが、宣教師が訪れたり、難破船の救助活動が行われたりしているため、外海との交渉が完全に断たれたわけではない。1885年には、漁船の事故により、島の青年男性19人のうち15人が、 死亡するという悲劇にも見舞われた。この時以来、島が困難に陥るたびに、ケープ植民地に移住する予定案が行われることになるが、島民はこれを拒否し続ける。島を出た人々が家族を連れて帰祷したり、新たな定住者を得たりすることによって、島のコミュニティは維持された。なお、1880年代に、成功会。 イングランド国教会宣教試験教師としてこの島に滞在した人物にルイス・キャロルの末弟であるエドウィンド・ジソンがいる。島が最も孤立した時期を迎えたのは第一次世界大戦前後である。大戦中には海軍が年に一度行っていた物資の補給が途絶えた。1919年7月、軽巡洋艦ヤーマスが 大戦終結のニュースをもたらしたが、それまでの10年間、島は一通の郵便物も受け取らなかったという。1922年5月20日には、シャクルトンイコールローウェット遠征隊が、南極遠征からの機と、トリスタンダクーニャに立ち寄って5日間滞在した。1938年1月12日、この島は、セントヘレナに所属することとなった。 第二次世界大戦中の1942年には、イギリス海軍の秘密基地、コードネーム HMS ティランティックアイルとして、無線、気象観測拠点が設され、南大西洋を航行する U ボートなどのドイツ艦船の監視が行われた。施設の建設には、島民が従事したが、当時の島には通貨がなかったため、老賃は、現物、木材、ペンキ、茶で支払われた。 第二次世界大戦中に建設された重要な施設は、戦後もイギリスによって維持された。1949年には、トリスタン開発会社が設立され、島に、ロブスター加工工場が建設された。1950年からは、イギリス政府から管理官が派遣されるようになり、貨幣が導入されるようになった。新聞、トリスタンタイムスが発行されるようになったのも、この頃である。 1956年、アメリカ合衆国による大気圏内核実験、アーガス作戦が、トリスタンダクーニャ島の南西1 1 5トルの地点で行われた。1957年には、エリザベス2世の夫であるエディンバラ港、フィリップ王室所有の船でこの島を訪問している。1961年8月6日から、エディンバラ付近で、 地震活動が活発化し、10月10日に最初の噴火が起こった。当時居住していた住民全員、島民264名と一時滞在者25名は島から脱出し、島民たちはイギリス本土に避難した。1962年初め、王立協会は島の調査を行い、噴火の被害は少ないことを報告した。 イギリス政府は島民を対象に帰還するかどうかの投票を行わせたが、島民のほとんどが島への帰還を選んだ。1963年、島民たちは2回に分けてトリスタンダクーニャ島に帰還した。世界でも有数の孤島にあった自給自足的なコミュニティが物質文明社会のただ中に移動したこと、彼らが再び島へと戻ることを選択したことは、 様々な注目を集めた。この出来事を題材に、いくつかの文学作品が生まれている。トリスタンダクーニャが、地理的に隔絶した環境にあることに変わりはないが、通信技術の発展は情報における孤立を解消している。2001年には、衛星放送によって、テレビが受信できるようになった。島ではインターネットを利用することもできる。2002年に、 トリスタンダクーニャは、ロブスターやアホードリを描いた紋章と旗を制定した。それまでは首都であるセントヘレナの旗と紋章を用いていた。2005年には、イギリスの郵便番号を、届く 1zz が与えられた。これにより、島で暮らす人々がオンラインで商品を購入することが容易になった。2007年12月には、 ウイルス性の基幹自然息の爆発的な流行が報告された。島に適当な医薬品がなかったため、イギリス沿岸警備隊が国際的な協力を取りまとめ、対策に当たった。2008年2月12日夜から翌日にかけて、ロブスター加工工場が火災で消失した。工場にあった2機の発電機は、島全体に電力を供給していたため、7月17日に、 工場が再建されて、新しい発電機が稼働するで、島は深刻な電力不足に陥った。2009年7月、それまでのセントヘレナとその続投の憲法、1988年制定が改められ、セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニアの新しい憲法が制定された。新憲法はセントヘレナと、 アセンション島とトリスタンダクーニャの地位が対等であると、規定している。トリスタンダクーニャは、アホウドリの大型キング演種の栄装地としても知られ、英語名に、島の名を冠するゴーワタリアホウドリのほか、ニシキバナアホウドリやワタリアホウドリが生息する。他に、ズキンミズナギドリ、ズグロミズナギドリや、南極アジサシ、岩飛びペンギンなども生息する。 イナクセシブル島とゴフ島はゴフ島野生生物保護区としてユネスコ世界遺産の自然遺産に指定されている。トリスタンダクーニアには多くの植物、動物賞が見られるが、それらは南大西洋、南太平洋に広く、終局的に分布している。このため、多くの種は遠くニュージーランドの種と共通である。原種はイギリス女王であり、 女王は総督を派遣する。トリスタンダクーニャの総督はセントヘレナ総督の県民であるが、総督はセントヘレナに常駐するため、外務営連邦省職員である管理官が総督の代理として駐在する。管理官は島の評議会の議長を務め、評議会の助言を受けて行政を司る。2015年4月現在の管理官は2013年9月に、 就任したアレックス・ミサムである。評議会は11人の評議員、8人が選出制、3人が指名制からなり、評議員のうち少なくとも1名は女性であることが定められている。当民総代は1970年以来、公選制となっており、評議員選挙において最も多くの票を集めた人物が就任する。二0十五年四月現在の総代は、 2010年4月に就任し、2013年から2期目を務めているイアン・ラバレロである。島の警察業務は、上勤の警察官1名と、非常勤の特別巡査3名が担っている。トリスタンダクーニャは、島独自の状況に応じて、独自の立法を行うが、島の法律と矛盾しない限りセントヘレナの法律も適用される。 島の土地はすべてこういうコミュニティの所有であり、個人の土地が割り当てられジャガイモを栽培している。島民以外は土地の購入や定住が認められていない。トリスタンダクーニャの住人は皆農業や漁業を営んでいる。家畜の数は放牧地で厳しく管理されており、富裕な家族がさらに富を蓄積するようなことはできない。島では食料の自給自足が可能である。 牧草管理のため羊は家族一人当たり二頭の割り当てになる養飼育数が制限されている。この島の主な外貨収入源は収集化のための切手、コインの発行と水産加工品、ロブスターの輸出で年間140万円ポンドに上る。島の財政は1980年以降イギリスから独立している。しかし独自に EU 市場に参加することは許されていない。同じイギリス属領のセントヘレナが独自のポンド通貨を持つのに対し、イギリス本国のポンドを使用している。セントヘレナの銀行を使うことができる。トリスタンダクーニャは、イギリスの海外領土として、バンコク郵便連合に加盟しており、独立の郵便事業体として切手を発行している。 トリスタンダクニアには ISO3166 から1において単独の国名コード割り当てられている。この島特産のロブスターはトリスタンドックロブスターと呼ばれている。ロブスター加工工場は島最大の建造物であり、島全体の電力供給も担っている。この島で加工された冷凍ロブスターは年間140トンが日本やアメリカ合衆国に輸出されている。 なおトリスタンロックロブスターは、伊勢エビか南伊勢エビ遺族であるため日本では、トリスタさんの伊勢エビと紹介されることもある。島民の多くは、複数の職業を持っており、ほとんどは、島の成長に努める公務員でもある。島民は、約260人で、唯一の集落エディンバラオブザ・セブンシーズに暮らす。島民のほか、行政官、医療関係者、教師、 技術者などの外部者も生活している。島で使用されている言語は英語であるが、口述のように様々な国から来た人々の末裔が、外部から隔絶した地理的条件の下で、長年社会を構成してきたため、方言と言うべき特殊な名りがある。島の唯一の宗教は、キリスト教である。聖公会の、ショートトンメリーズ・チャーチとカトリックの、ショートトン・ヨゼフ。 スチャーチの二つの礼拝堂があり、領袖派の信者がいる。聖公会の監督は南アフリカから、カトリックの司祭はイギリスから派遣されている。現在の島民の家系をたどると、わずか十五人の祖先に行き着くと考えられる。祖先となる八人の男性と七人の女性は、1816年から1908年にかけての様々な時期に島にやってきた。その出身地は、 スコットランド、イングランド、オランダ、アメリカ合衆国、イタリアと様々である。島には約80家族が住むが、生は7つしかない。その伝統ある生は、グラス、スコットランド系、グリーン、オランダ系、ハガン、アメリカ系、ラバーロ、イタリアのリグーリア州に、特徴的な生、レペット、同じくリグーリア州の生、ロジャース、アメリカ系、スウェイン、 イングランド系である。人口が少ないため、近親婚による健康、遺伝問題があり、それに由来する、気管支喘息や、緑内障のものがいる。世界で一番喘息患者が多く、島民の30から40%は、ぜ息を患っていると言われている。島には、病院が一つあり、南アフリカから派遣された、医師一人と看護師五人がいる。診療は無料であるが、 出産や手術が行われることは限られる。重篤な症状の場合には、近くを通過する漁船に信号を送り、ケープタウンまで送る必要がある。2007年には、IBM、ピッツバーグ大学医療、センター、トリスタンダクーニャ成長などが協力して、遠隔医療通信のプロジェクトに取り組み、島の医師が医療的な助言を得られることを可能にしている。 テレビ放送は2001年まで受信できなかったが、現在は衛星放送により、イギリス軍放送のサービスが受信できる。電話は各家庭に普及しており、現在はインターネットサービスも利用できる。トリスタンタイムズという新聞が機関で発行されており、オンラインでもニュースを提供している。また、島民向けのラジオ局、トリスタンブロードカスティングサービスもある。教育は、 初等、中等教育に限られる。島に一つある学校、セントメアリーズスクールでは3歳から15歳までの児童生徒が学んでいる。1975年に建設された、現在の校舎には5つの教室、厨房、ステージ、コンピューター室、工作室と科学室がある。16歳になった者は希望すれば、イギリス本土で教育を受け続けることができる。このか。 村には、郵便局、博物館、喫茶店、パブが一つずつある。島の北部に、小さな漁港がある。空港はなく、島へのアクセスは回路に限られる。島の港には、外洋航行船やヨットは着岸することはできず、沖合の島病地に停泊した船から島の小型船で、人や物の責務露しを行うことになる。かつては、イギリス政府の郵便船とヘレナが、 イギリス本土からセントヘレナ島までの定期航路を維持しており、寄港するケープタウンで下船することも可能だったが、空港の開設に伴い2018年に航路が廃止された。南アフリカ政府の調査船 s、A. ク・ガリス、南アフリカの水産会社が運航するメガボルト、エディンバラ及びメガボルトバルチックとレーダーが1年に旧往復の定期便として、 ケープタウンと島を結んでおり、郵便物、貨物、旅客の輸送を担っている。ケープタウンと本島の所要日数は5から7日である。このほか、チャーター船やクルーズ船が不定期に島に立ち寄っている。イギリス政府は2005年に空港建設計画を立て、2017年10月にはセントヘレナ島にセントヘレナ空港が開港した。エアリンクが OR 田んぼ国際空港と週1便の定期路線を開設しているため、セントヘレナ島まで行けば、ヨハネスブルグへは2時間ほどで到着する。島内では公共交通機関としてバスが使われており、年金受給者は無料で利用できる。また個人が待合所を作ることもできる。私物の自動車やバイクも存在する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。